イタクト杉浦太陽です。さあ今回は Uber Eats でマックを頼んで食べながら、これはずっと話したかったんですけども、話さずにはいられない、もうノンのハロプロ25周年ライブの感想を話していきたいと思います。ゆっくり食べながら、今は、月見バーガーですね、はい、時期的にもいい時期です。秋を感じながらハロプロコンサートの、感想を話していきたいと思います。いきましょうか。それではスタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。はい、というわけで、まあ、ちょっとねアイスカフェラテでも飲みながら行きましょうか。家でねマック食べるときはいつも子供たち分買ってくるんで、これより多くなるんですけども、マックいる人って言ったら杉浦家ラインっていうのがあるんですよ、家族ラインが。そこにビッグマックとかピクルス抜きとかポテト L でとかみんな来るんですけども、マックの LINE した時だけめっちゃ返信が早いんです。それで大体もういつもガサッと持ってくるんですけども、まあ、今回はスタッフさんと食べるということにこの量になりました。先にちょっと食べましょうか。はい、今回はこれ、月見バーガー新しくなってるね、七味香る牛すき月見ということで、ちょっと開けてみましょうか。うわ、あ、チーズすごいね。こんな感じでチーズが溢れながら、卵とベーコンと、え、牛すきってどういうこと？すき焼き味なのかな。いただきます。お、すごいボリューミーだね。ハンバーグのパテがすき焼きっぽく甘辛くなってますね。後味にちょっとピリッとくるやん。でも七味辛いじゃない、七味香るぐらい。やっぱ七味バーガーいいね、美味しいね。牛に卵にベーコン入ってるチーズよ。この組み合わせが美味しくないわけがない。これにマックのポテト食べながら、あ、最高だな。いくつになってもマクドナルドは美味しいですね。関西でずっとマクドマクドって育ってきたから、いつの間にかマックって言ってる自分がすごく申し訳ない気持ちにもなるんですけど、マクド精神も忘れず、東京住んでもう15年なんで、どっちも使っていこうかなと思ってます。とりあえずあれですよね、ハロプロ25周年のアニバーサリーコンサート先日見てきました。本番までの間、いつもノンってライブとかやるときは踊ってみたとかあるじゃないですか。前日とか3日前ぐらいで仕上げていくような記憶というか体に残ってるんでしょうね。自分たちの持ち歌は 1,2 回歌ったらもう当時に戻れるみたいな、当時頑張ってきたものが経験として体にあるでしょうけど、今回はノンが一番苦労してたのがタンポポの恋をしちゃいましたっていう曲があるんですけど、ノンは本来入ってないユニットだったんですよね。ステージで歌ったことも踊ったこともない歌だったから、まず歌詞を覚えるところから入って、ずっとこうなんか当時からダンスを覚えてたらしいんですけども、ノン曰くモーニング娘。の派生ユニットがあって、プッチモニとかタンポポとかミニモニとかあるじゃないですか。ノンの中でやっぱりプッチモニもタンポポも入ってみたいっていう憧れがすごいあったって聞いてたから、いつでも入れるように見て覚えたの。ずっとこうやって見て覚えてて、実際その記憶でやってみようと思ったら見て覚えてるから、ステージ側じゃないから左右逆で覚えてて、それを修正するのがすごい大変だったっていうと、珍しくって言ったら変ですけど、ノンがずっともうダンス動画を振り返っててかけてるんだなこのステージにっていう、すごい熱意が伝わってきました。リハーサル自体もすごい短い時間しかなかったって言ってる中で、本人もプレッシャーがある中で、本番見て1曲につき本当に1時間もないぐらいなリハーサル時間だって言ってたから、その中でよくあのステージに立って歌って踊ってアイドルに戻ったなっていうのは尊敬ですね。僕自身も当時結婚する前に付き合ったきっかけはとか聞かれるんですけども、3回僕がお断りして最後にライブを見せていただいて、すごい尊敬でかっこいいなと思って自分から告白させてもらったっていうエピソードがあるんですけども、当時のやっぱこうステージ上でキラキラ一番自分を出せてる姿っていうのを改めて見ると、自分も結婚17年目ですけども改めて惚れ直しましたし、かっこいいなと思ったし、それをまた子供たちに見せられたっていうのがすごく大きかったんですよね。
ね、子供たちもちゃんとしたライブっていうのを YouTube 以外で見てなかったもんですから、いやいいよ俺はみたいな感じだったんです初めは。でも経験として見に行こうぜみたいな話してて、僕としては絶対見に行きたかったから、子供たちのモチベーションも上げようと思って、よし一緒に行くぜみたいな感じで曲も家で YouTube でつけたりとかして予習していったんですけども、だんだんモチベーション上げると子供たちもママ楽しみだねとか言いながら、その日を待ちながら家族をみんなで車で行ったんですけども、今回はジジもババもうちの母も来たんですけど、代々木第一体育館という大きなホールでコンサート会場で、その中でステージがあって、そこに立つママを見て感じるものはすごく大きかったと思いますね。ステージに立つママっていうのはまたひときわ違った姿に映っただろうし、結構見やすい席だったんですけども、ファミリー席があって、でそこでママがこうやって言ってるのをすごい一生懸命応援してたから、いろいろ多感な時期にアイドルのママを見るっていう、この新しい瞬間っていうか、子供たちもいろんなことを感じたと思いますけど、子供たち全員にこのハロプロ25周年という節目で、ノンもデビューして何年だ、20年以上経ってますから、4人のママだけどこんなアイドルできるんだよっていうのを実証させた彼女はすごいなと思いましたね。ノンが合計6曲今回やったんですけど、やはりでもタンポポで踊ってる姿が一番今回はノンの中では良かったなっていう印象深いっていうのがあって、家での苦労してた分、本番はあれもともとタンポポやったっていうぐらい違和感なく歌って踊ってたんで、彼女の努力が実った証拠だなっていうのがすごく感じましたね。あと歌ったといえばミニモニだ、ミニモニじゃんけん、今日もうテレビでね歌っていただきましょうみたいな感じで V は何回か見たことあったんですけども、生で見るミニモニはやっぱりいいですね。パッパッパッパってこう、もう踊ろう騒ごうですよ。子供たちも音楽的にも聴きやすいから、コアもすごい振ってたし、じゃないとミニモニが一世風靡したあの時の感情は、あ、皆さんライブ会場だってこんな感じで見てたのかなとか、体に入ったの。何が良かったかっていうと、ミニモニで足をねすごい左右に上げる踊りなんですよね。ひいき目かもしれませんけど、ノンが一番上がってたのよ。サイドの10代の子も一緒に踊ってたんですけども、めっちゃ足上がるなと思って、普段あんまり運動してないノンがこんな足上がるなんでと思って映画で見たら、靴を重くしてその振り子の原理で遠心力で足を上げてたんです。その分疲労はすごかったんだけど、やっぱり若い子にも負けたくないし、全盛期の自分にも負けたくなかったから、あえて踊りにくい重い靴を履いてパッ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 とこう上げて、こんなことも計算しながら踊ってたんだなと思って、プロ意識を感じるし、見せ方っていうのはすごい大事なのが分かってるから、自分の大変さよりお客さんを喜ばせたいっていう気持ちの方が勝ってるから、そういう面ではこれ直しますね。いいっすね、ああいうのはね、すごい努力が見えるっていうのは尊敬します。ハロープロジェクトって、まあ、すごい色褪せないし、新しい子たちもすごい必死に、てかレベルが高すぎてびっくりしたんですけど、みんなそれぞれの個性があって良さもあって、カバー曲をね歌ってても若い子たちが歌っている持ち味が出たりとか、だんだんもう喋りすぎて一口もマック進んでないですけど、ちょっとじゃあ一回食べますわ。はい、ちょっと一回食べます。食べます。はい、こんだけ喋ったらマックのポテトも冷めてまうからさ、まだあったかいうちに食べてもらわないと。まだこの動画の時は月見バーガーやってるかな。マジで美味しい今回のバーガー。特に僕もこうライブから3日4日5日ぐらい経ってるんですけど、まだ余韻があるほど、こうやって食べながら食べるのを忘れるぐらい語れるぐらい、いいものを載せていただきました。このチャンネル見てる人みんな分かると思うんですけど、ノンのマネージャーのバッシーさん、リハーサルももちろんそうだけど、ノンのライブ衣装を一生懸命メンテナンスしたりとか、すごいケアしてたから、バッシーも感慨深かったのかなと思って、身内だから分かる、この近い人間の大変さ、愛情っていうのを改めて伝わったし、あと、応援してる側、うちらファミリー席だったんで、出演者の方々の家族も来られたんですよね。バックヤードでご挨拶したんですけども、今野あさみちゃんも僕昔レギュラー一緒にやったんですけど、初めて旦那さんとお会いして、杉浦投手ですよ、日ハムの。あ、どうも杉浦ですって、向こうも、あ、どうも杉浦ですって、なんか変な挨拶ですねって、ノンも杉浦のぞみだし、コンコンも杉浦あさみなのかな。だから、これちょっと後でみんな写真撮ろうやつって、もちろん子供たちもみんな杉浦だから、子供たちと杉浦夫婦ずつ写真撮ったら、
何なんこの写真みたいな。モームスの元々の同い年だった仲良かったモンとコンコンが将来的に同じ名字になって家族みんなで杉浦に撮るっていう、これがねまたあの場で撮れた感動的な写真が僕のインスタにもあげましたけど、ぜひ見てみてください。全員杉浦さんですみたいな、そういうなんかこう曲の感動プラスあの時でしかない出会いみたいなこともあったので、そういうのもあえてすごく嬉しかったですね。ハロプロ25周年というのは時を経ていろんな出会いをまたね繋いでくれたなっていうのを改めて感じました。子供たちが感じたことっていうのはもう一生残っていくだろうし、今後のね彼らの未来にも何かしらの刺激にはなったと思います。で僕も5年後も楽しみだし、妻がアイドルに戻った日っていうのがファンの方がいてくれる限りそのねアイドルは永遠のアイドルなんでしょうけども、みんなからのこのアイドルっていう感じに戻ったのは本当に久しぶりに見たんで、本人の努力を見てきたんで喜ばしい日でした。一番今年の山場というか一番見たかった姿を見られたんで、夢から覚めたなって時あったんですけど、家帰ってノンがミニモリの服を洗濯してたっていう全員分ね、それがまたああ現実に戻ったなとは思ったんですけども、ミニモニを洗った服はまたいつかどこかで使うんでしょうし、家にも WU の衣装とかもエガちゃんと一緒に踊ってる衣装とかもあるんですけども、家に保存してあるからまずやらないとは思うんですけど、ター君これ着て私と一緒に踊ってよって言われたんです。それはちょっとって思ったんですけど、エガちゃんさんもね、踊ったこともあるんで何が起こるか分かんないですけども、まあ、YouTube っていうのはまたいろんなね可能性を秘めてるんだっていうことで、またいろんなことがあったらまた温かい目で見てやってください。というわけで今回はね25周年のことを語りながらマックを食べるという動画でしたけども、マックナゲットを開ける暇もなく語り尽くしてしまいました。これをねいつかモーニング旦那で語り合うっていうのもやってみたいですよね。今回は参加してなかったですけども、ミキティと庄司さんと杉浦投手と阿部浩二さんといろんなモーニングメンバーで語ってみたい日も僕の一つに入れてあります、はい、ちなみに柚子胡椒マヨネーズソースでした。ちょっと柚子胡椒のピリッと感とマヨネーズがチキッと合ってます。一応全部が食味したんで、あとはゆっくり食べたいと思います。というわけで今回は Uber Eats でマックを食べながらコンサートの思い出を振り返る動画でしたが、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本当になんかもういいものを見せてもらってありがとうっていう感じですね、はい、今後のまたハロープロジェクトの皆さんのご活躍を心から祈っております、はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。